皆さんこんにちは、こんばんは。ももぐれももみチャンネルのももみです。いよいよ2021年2月13日月曜日12時から任天堂スイッチオンライン加入者向けイベント一斉トライアルが始まりましたね。デモンXマキナを丸ごと丸っと全部遊び放題のこのキャンペーン、多くの方がデモンXマキナに触れる機会になるのではないでしょうか。まずはストーリーモードことオーダーを進めて、デモエクの世界観を堪能しつつ、カスタマイズした自分だけのオリジナルメガでクリアを目指す形になりますね。また大型ボスイモータルを攻略したり、探査オーダーという自動生成ダンジョンを探索し、装備を回収しながらゴールを目指したりするかと思います。その道中で様々なパーツ、ウェポンやアーマー、アタッチメントを入手します。ウェポンやアーマーにはスロットといって強化アイテム、アタッチメントを取り付けることができる枠がスロットなしのものから3スロットのものまであり、ランダムドロップとなっております。もちろん強化アイテムのアタッチメント自体もオーダーやボス攻略、探査オーダーで入手しなければなりません。スロットは強化パーツを取り付けることのできる枠ですので、言うまでもなく3スロット空いてるパーツの方がいいのですが、これがなかなか欲しい武器や装備に限って3スロットのものが入手できなかったり、通称物欲センサーと言われています。そこで3スロット空いてる欲しい武器や装備が出るまでひたすら探査オーダーに潜ることになるのですが、さすがに回数を重ねてくると飽きちゃって、私なんか探査アレルギーまで発症しちゃってますからね。まあそんな冗談はさておいて、実はそんな3スロ難民のアウター諸君におすすめ情報があるんです。なんと1スロのものにあるアタッチメントを取り付けると、なんと3スロに早変わり、探査に長時間かけることも不要です。偶然発見されたこの技、バグ技としてアタッチメント解放バグなどと呼ばれて、バグ技は使いたくないから使わないよという方から、利用できるものなら利用するわという方まで個人の自由に委ねられているところではあったのですが、昨年のマーベラスファーストスタジオ公式配信、福田プロデューサーの実況ゆるプレイ配信デモン X マキナにてアタッチメント解放バグについての話になり、福田プロデューサーさんがプレイヤーの方にお得なので直しません、粟田ディレクターさんもそうですね、まあ楽しんでもらえるならば、まあそれが仕様として残してもいいかなと思いましてね、と公式公認の仕様として認定されてしまったのです。そこで今回はアタッチメント解放バグ、改めアタッチメント解放技をご紹介したいと思います。ご注意なのですが、こちらのアタッチメント解放技、公式に認められたわけですが、この技を使う使わないは個人の自由です。また本動画は2021年9月14日時点の情報をもとに作られております。後に情報等が変更されている場合があるかもしれません、その点ご了承ください。前置きが長くなってしまいましたが、それじゃあ行ってみよう。やり方自体は非常に簡単です。まずご用意するものが、1、枠が1スロットしか空いてなくて塩漬けになっていたウェポンやアーマーです。もう一つ用意するものは、2、ボス由来のウェポンやアーマーのスロットを解放するためのスロット解放アタッチメントです。黄色に輝いていて中央に歯車のマークがついているものです。本来は大型イモータルを倒し、入手した設計図から開発したボスウェポンやボスアーマーのスロットを解放するためのもので、しかもそれぞれ記載のもののスロットしか解放できないと考えられていました。ところがこちら、実は記載のウェポンやアーマー以外のスロット解放にも使えるのです。では実際にやってみましょう。まずファクトリーに入ります。装備カスタマイズを選択し、スロットを拡張したいパーツを選びます。今回はゲルズ頭を使用してみます。こちらがなかなか3スロが出なくて。X ボタン、ソートメニューでアタッチメントのソートを行います。この時に出てきた金色の歯車マークのアタッチメント、パーツ名、スロット解放のものを選択します。今回はゼルクバイス H、スロット解放のものを選択してみます。装備を改造してスロットを拡張しますかと警告が出ますので、はいを選択。すると、装備にスロットが追加されましたとの表示が出て、なんと1スロットで塩漬けだったウェポンやアーマーが3スロットになっています。1スロのゲルズ頭が3スロになりました。もう1回別のものでやってみましょう。次はリベレーター足です。こちらも相当な時間探査に潜りましたが、リベレーター足のスロット解放アタッチメントが一度も出たこともなくて、3スロ化は諦めていました。先ほど同様、
X ボタン、ショートでアタッチメントのショートを行います。リベレーター、B、スロット開放のアタッチメントはありませんね。代わりに5個もあるジェルクロート B スロット開放を使用します。先ほど同様、装備を改造してスロットを拡張しますかと警告が出ますので、はいを選択。装備にスロットが追加されましたとの表示が出て、3スロットのリベレーター足が完成しました。これが公認のスロット開放技になります。やり方わかりましたでしょうか。あくまで使用するしないは個人の判断にお任せいたします。そもそも元となる1スロのウェポンやアーマーを開発したり探査等で集めたりしなければなりませんし、スロット開放のためのアタッチメントも探査オーダーでのみドロップできるものなので、武器コンプや自分のオリジナル機体を組むために必要なものがある場合は探査オーダーからは逃れられないのは事実です。探査オーダー飽きちゃったよという方もフレンド等と一緒に回ると楽しいので、ぜひこの2021年9月13日任天堂スイッチオンライン加入者向けイベント一斉トライアルの期間中に皆さんでマルチオーダーを協力しながらデモンエクスマギラを楽しんでいただければと思います。ももぐれももみチャンネルでは様々なゲームの考察、解説、紹介動画を出してまいります。それではまた次回の動画や配信でお会いしましょう。ももぐれももみでした。またね。